おはようございます、ジョン・クローズ・ナイトと山本です。さあ、聞きましたよ、さっき NHK さんが、はい、すごい動画、歌、歌だね、あれ、もう実際に流れてるってことだよ、多分そういうことでしょ。うん、なんていう題名だっけ。何にでも牛乳を注ぐ女っていう歌がありましてNHK が出してるんでしょ。そう、すごくないですか。昨日衝撃受けちゃって、俺誰かにすぐ言いたかった。結果あなたに言ったら、こうなりました。やりたいってね、遠くから聞こえてきたから、言葉の裏を読んだんですね。牛乳が合いそうなもの。バカでしょ。買ってきました、塩辛で納豆、はい、レバー炒め、はい、イワシの甘露煮、ひじきにシーフードサラダ、はい、もずく酢でございます。結構これって、あとメイン、メインメインディッシュはカツ丼。まずはひじき、はーい。じゃあちょっと、うわちょっとすごい。ただ見た目でね、うん、イメージだけど、そうだ、ね、美味しかったら美味しいって言ってね。分かった分かった、ちゃんと。これは大丈夫、いけるんだ。 いけるかどうかは分かんないけど自ら進んで、こっちダメだ。次にレバー。何の躊躇もなく入れるじゃん。なんかシチューみたい。シチュー、シチュー、ヨウタが作るシチューこんなもんだよ。言っても牛乳でレバーの臭みが一段と取れるんじゃない。うん、あ、消えてる消えてる。お、あ、こっちダメだ。こっちはダメ。え、具の方はどう。具の方は、うん、甘みが増してる気はする。おお。ただちょっとね、牛乳の味にちょっと味が薄くなっちゃったかなぐらい。でもレバーも臭みあんましないし、うん、死にそうになったらこれがあったら食うかなぐらいの感じ。ヨウタズキッチンの俺の作ったものと、うん、これがあったらこちらがいい。これ、うん、俺もおすすめするこっちの。じゃあ次もずく、はい、ね、口ね、さっぱりもそろそろした風になってきたでしょ。ちょっとやばくない。はい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 、あーちょっと、あ、やばい。分離してる、分離してるね。あ、いや、下の方は大丈夫、しっかり。やばい、これはなかなかだと思う。出そうか。最初は良かった。お、出したらマジ。割合の問題。そうそうそう。最初はあの酸っぱさの角が取れてすごい美味しかった。あ、そう。うん。うん。でも最後牛乳の臭さと磯臭さみたいなのが来てまずかった。シーフードサラダ。はいはい。NHK のあの映像と似たような感じ。似たような感じだね。螺旋を巻いてって言ってたから。うん、はーん。じゃあいただきます。どうぞ。なになに、どうした。あ、大根ダメだ。これ、これマジ、これまずい。これダメ、今一番まずい。ヨウタの料理と比べて俺の料理がまずい。じゃあいいじゃん。続いて甘露煮。なかなかグロテスクだね、毎回。じゃあいただきますよ。どうぞ。待って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 、
動揺してる俺今。牛乳がいなくなった。こっちダメだ。じゃあ次に塩辛マイルドになる。こんなね、こんな感じの。おお。これあり。これはあり。あり。あり。これはあり。臭くない。こっちダメだやっぱり。じゃあ納豆。ちょっと多すぎない？タレも入れとく？タレも入れとこう。これ一番あり。え？そんなに食えるんだけどこれ。これ普通の納豆です。うん。怒っちゃうよ。牛乳納豆の勝ち。じゃあカツ丼いきます。はい。これはまずい。これはまずい。これまずいわ。ということで皆さん、今日これをやるにあたって新発見は納豆に牛乳で克服してください。はい。あとはなし。そうだね。チャンネル登録よろしくお願いします。